伏見の魚三郎の荒木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昔から割と使われてきたお品間、金庫ですね、炊き合わせにしたと思いまして、私らが若い頃はよく金庫を炊き合わせにして使ったものですけれども、最近本当に、見なくなりました。本庫自身といいますか、古いものもいっぱい頑張ってみようというような形で、対応させていただきます。これが干し生粉ですね。でこの周りに細かい砂がたくさん噛んでますので、水につけた状態からこれをたわしでゴシゴシこするんです。一度湯がいたものがこのぐらいの形になります。この金庫に稲わらですね、稲のわらを敷いて、これで30分から1時間ぐらいかけてゆっくり温度を上げていって、沸騰する手前でふっと止めて、またそのまんまゆっくり、温度を下げていきます。それをだいたい朝1回、夕方1回することでだんだん大きくなっていきます。わらの酵素が、柔らかくするんだと思いますし、乾物の匂いがこのわらの匂いで打ち消されているんだと思います。これで2日目ぐらいです。ここに口があります。真ん中を割ってきますと、この中に内臓が取り出しています。水をかいた状態でまた戻していきますと、このぐらいの大きさにまで戻っていきます。その全体の出汁自体は、金粉をずっと、戻してきた出汁と、カツオの出汁と干し椎茸を加えています。全体の出汁に対してだいたい12分の1の薄口とお酒とみりんを入れてます。煮込みまして、それを一晩置いてます。おかぶですけど、ゆがかぶでこのまま入れてって、ゆっくりじわり炊いていくというような形です。出し時の栗です。安定の状態のものを作り上げて、こちらに使っていきます。できる限り熱々のものを食べていただきたい。感じになると香りがすごく出てくるので、香りというものを大事に保存したいという形で、土鍋を用意しております。柚子をたくさん添えます。次の番の方はこちらの方です。よろしくお願いいたします。